昔から武士になりたいという漠然とした夢を持っていた、夢を叶えられなかったゆっくり霊夢です。この夢を家族に話したらなぜか、武士といえば乗馬だろ、とか言って乗馬体験に連れて行ってもらえたんだぜ。でも馬を間近で見てその怖さにビビって夢を諦めたんだよな。やっぱ動物は犬に限る、犬好きなマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは魏と蜀という二つの国に対して二枚舌外交を仕掛けた呉の英雄、孫権よ。呉の初代皇帝としても有名な人物ね。ついに満を持して我らが孫権の登場か。さて改めて紹介するのは孫権、あざなお忠坊。若い頃は有能な臣下たちを従えて発展途上の呉を導いたものの、晩年になると老いの成果失態ばかりが目立つようになった男。彼は一体どういった人物なんだ。孫権は幼州呉郡府春県出身の人物で、江東の虎孫権を父に持ち、昭和王孫策を兄に持つ人物よ。孫権は兄の孫策が演術の命令を受けて江東を平定した時には15歳だったらしく、孫権は兄の孫策から要戦県長に任命されたみたい。さらに孫権は有能だったのか兄からのご利押しがあったのかは定か、ではないものの、軍から高廉に推挙されて、さらに州から桃祭に推挙されて、孫権は行法義行為にも任命されたの。いろいろな人物から孫権は評価を受けているわ。若くして兄に仕えて補佐をしているぜ。高校な弟だぜ我らが孫権は。時に漢王朝では孫策が江東を治めて貢ぎ物を治めてくれたので、使者の遊園を派遣して孫策の苦労をねぎらうことにしてあげた。遊園は孫策と出会って使者の仕事を終えると周囲の人々に、私が見るに。孫一族の子弟は確かに優秀だが誰も長生きできそうもない。まあでも孫権殿だけは長生きしそうなので、これを覚えておけば君たちもその恩恵を受けられるかもな、と語ったみたい。むむむ。漢王朝の使者ともなれば顔を見ただけでその人が短命なのか長寿なのかもわかるのか。199年、孫策が露光大衆遊軍討伐に出陣すると孫権もこれに従い、さらに高祖討伐戦にも参加した。こうして孫策は順調に江東で勢力を伸ばし続けていたものの、200年、江東の主である孫策は刺客からの攻撃を受けて瀕死の重傷を負ってしまい、孫策は今はの際に弟の孫権を後継者に指名して26歳の若さで、亡くなってしまったの。ちなみにこの時の孫権の年齢は19歳ね。孫権は若くして荒れていた江東を治めていた兄が亡くなるとずっと泣き崩れていたみたい。兄が亡くなったことも悲しいが、兄から託された立場の重みにも耐えきれなかったんだろうぜ。なんせ孫権はまだ19歳だ。いつまでも泣き止まない孫権に対して孫策の側近であった長吏長相は孫権に、孫権様、いつまでも泣いたままでよろしいのでしょうか。確かにも二服して涙を流す。世間一般で言えば立派な行為です。しかし今の状況で果たしてそれが正しいとは私には到底思えませぬ。今、江東では賊たちがこの機会に、虎視眈々と悪さを企んでいる。これを収めた後で孫策様の死を悲しむべきなのですよ、と言い、長相は孫権を着替えさせて馬に乗せて軍中に新しい江東の君主をアピールしに向かわせたの。兄の死を悲しむ余裕がないぐらいに江東が荒れているもんだから、長相が孫権の尻を引っ叩いているぜ。こういう時に頼れるのはやはり古参の臣下たちだぜ。時に孫後は会計、五軍、丹陽、余将、余領といった領土しか物にしておらず、それだけしか事領がないくせに孫権から遠い場所にいる人々は全然孫権に忠誠を誓っていなかった。天下の英傑たちは孫権の元ではなく周軍にとどまり、孫策が亡くなったことにより旧臣たちも孫権の元から去ろうとした者も何人も、いたみたい。なもんで文官の代表格である長相、武官の代表格である周瑜らは先んじて、孫権様は立派な人物である、と宣言して孫権に臣下の礼を取ったため、孫権は臣下たちの離反を食い止めることがどうにかできたの。さらに皇帝を手中に収めている曹操も孫権のことを東予将軍、会計大使に任命してくれたので孫権は、名実ともに兄の後継ぎとして朝廷からも認められたのよ。
朝廷と皇統の有力な臣下たちからも尊権は君主として認められた。もはや誰も尊権に文句は言えないぜ。しかし尊権は会計大主に任命されたのにもかかわらず、会計には行かずに五軍にとどまって自分の仕事をすべて臣下の雇用に代行させた。そして長相を質として敬い、周遊、政府、予判らには軍の指揮をお願いしたの。そして皇統では全然有能な人材が足らないのでさらに募集を、かけて露宿、諸葛金らといった有能な者たちを配下にすることにも成功した。その後、尊権は命令に逆らう異民族の三越を討伐したり孫策の死後に反乱を起こした者の討伐をしたりと忙しい日々を送ることになったみたい。あまたの人材を上手に利用して孫権は統治をしているぜ。203年、孫権は亡き父の仇でもある高祖討伐に出陣してその水軍を撃破することには成功したものの、城を落とす前に孫権の背後でまたもや異民族が反乱を起こして高祖討伐どころの騒ぎではなくなった。なもんで孫権は予想に撤退し、予判を早う、政府を学案、大使寺を開墾に派遣して、背いた族たちの討伐をさせたの。それでいて統治が難しい県を関東、周隊、余猛といった猛将たちに統治させた。たびたび背後で反乱が起きるもんで、孫権は中央に軍を派遣することに難儀しているわ。まだ孫権の統治が始まってからたったの数年。皇統の民ですらまだ孫権に臣服していない人もいると思うので、異民族が反乱を起こすのもまあ必然だぜ。207年、孫権は高祖討伐に再度出陣し、現地の民を皇統に連れ帰ることに成功し、翌年の208年にも高祖討伐に出陣してついに高祖を討つことに成功したの。そして高祖が治めていた地にいる数万人の民を確保することができた。おそらく、孫権はこの勢いそのままに慶州に攻め入る気もあった、のだと思うのだけど。同年、慶州牧竜陵が病死したので、孫権は臣下の露宿の進言を受けて慶州に弔問に行くついでに慶州の混乱を調べるようにと露宿に命じたの。しかし、露宿が慶州に到着する前に竜陵の後を継いだ劉宗は軍を挙げて曹軍に降伏し、竜陵の子の劉貴や慶州にいた劉備らは劉宗に従わず、劉備に付き従う慶州の民を引き連れて南に向かって逃亡したの。仕方なく露宿はここで敗走してきた劉備軍に孫権の意思を伝え、劉備は自分の側近の諸葛亮を孫権の元に向かわせて孫劉同盟を結んだの。むむむ。高祖討伐に時間がかかったせいで慶州を曹操様に取られたぜ。時に曹操軍の勢いは天を動かすほどであり、さらに劉陵の臣下や兵士を吸収したのもあって多くの孫権の側近たちはこの勢いを恐れて先んじて曹操に降伏するようにと孫権に伝えてきた。しかしもって周遊、露宿のみが曹操軍と決戦をするべきだと述べてきたもんで、孫権は曹操軍と大決戦をすることを決断したの。故に孫権は周遊、政府らにそれぞれ万人を率いさせて劉備と共に赤壁の地で曹操軍とぶつかったみたい。いわゆる赤壁の戦いってやつね。ここで孫劉連合軍は曹操軍を大破して多くの船を焼き、さらに曹操軍では疫病がえらい流行って多くの人々が病死したために曹操は撤退したみたい。この底力と天命を利用して曹操様を破ったわけか。孫権はこの曹操が撤退した隙を見逃さずに大いに攻勢に出た。周遊らには慶州を攻めさせ、孫権は自ら合肥に出兵して長相にはとうとう攻めさせたの。しかし、長相はなかなか敵を打ち破ることができず、さらに孫権も負けて士気が最悪であろう合肥を1ヶ月以上も落とせなかった。そうこうしているうちに、曹操が長期という人物に騎兵を率いらせて合肥に援軍を送ろうとしたため、孫権は援軍が来る前に撤退したみたい。孫権軍も粘るなら曹操軍も粘るぜ。209年、周遊が高陵にいる曹仁と相対すること1年以上。多くの義兵を討ち取ったのもあって曹仁はついに慶州を放棄して撤退した。さらに劉備軍も慶州の南にある武陵、長沙、慶陵、霊陵を曹操から奪還して絶好調。しかし、劉備は慶州志士に劉陵の子である劉貴を任命していたものの、同年のうちに劉貴が病死すると、
劉備はなんか慶州の人々から押されて慶州牧になったの。これに対して孫権の側近である周瑜は劉備に慶州を与えることに大反対してきたものの、孫権は最終的には劉備に慶州を与えてこれを曹操の盾とする、という作戦を提案した露宿の策を採用し、劉備を慶州牧と認めたの。早くも孫権と劉備はギスギスしているぜ。まだ孫劉同盟を結んでたった一年だぜ。それからしばらく間が秋211年。孫権は曹操が後に侵攻を考えているとの噂を聞いたもんで樹種を作ってこれに備えた。すると213年。果たして曹操は本当に樹種に攻め込んできたため孫権軍はこれの防衛をしたの。曹操は1ヶ月以上攻めても一切乱れることがない孫権軍に嘆き、泣く泣く撤退することにしたようね。この時曹操は息子を持つなら孫権のような子がいい、と言ったともされているの。10年以上前は兄が死んでメソメソしていたのにな。今やもう我らが孫権の年齢は30を超えている。曹操様が認めるほどの人物にまで成長したわけだ。これを受けて曹操は長江付近に住んでいる人々が孫権軍に奪われることを恐れ、長江付近に住んでいる民は中央に来るようにと布告した。しかし民たちは住み慣れている地域を離れることを嫌がり、露光、休光、奇春、紅葉にいる民たち十数万は急いで長江を渡って孫権の元に逃亡したみたい。ついに自分から孫権の元に逃亡してくる民が現れるようになった。これも孫権が強く、曹操様の勢力が弱体したおかげか。孫権はこの大量の民が自分の元に来たのを好奇と思い、214年に漢城を討伐してこの城を落として露光太守志向、三軍東亜を捕虜にして数万の男女を確保することにも成功したの。さらにこの年は劉備も食討伐に成功するなどもう飛躍の年と言ってもいいわね。孫劉同盟クソ強え。このまま曹操様を討伐して天下を二分しようぜ。ここで孫権は劉備が新しい土地を得たのもあって慶州諸軍の返還を劉備に求めた。まあしかし劉備は自分の領土が減るのは良しとはせず、遥か北の領州を平定することに成功したら、諸軍とは言わず慶州を後に返還する、とかいうふざけたことを言ってきたの。孫権はこの劉備の言葉にぶち切れて、こいつは嘘の言葉で慶州の返還を引き伸ばそうとしている、と言い、調査、霊陵、慶陵に後の調理を派遣したものの、慶州にいる関羽は調理たちを追放しやがった。故に孫権は余毛、露宿らに大軍を率いらせて慶州奪還を命じたの。ついに孫劉同盟は崩壊して戦いが始まっちゃったぜ。余毛はここで調査、慶陵、霊陵を降伏させ、露宿は関羽軍と相対してまさに両者一触触発の状態になったの。しかしここで幸いにも曹操が漢中の長路攻めに出兵してきたため、劉備は漢中を失うことを恐れて慌てて孫権に対して和解を求めてきた。これに孫権は諸葛金を派遣して同意して調査、降下、慶陵、より東は孫権、南軍、霊陵、武陵より西は劉備が治めることにしたの。曹操様がいなければ血みどろの戦いになった可能性も霊じゃないわけか。215年、孫権は自ら大軍を率いて合肥に侵攻したものの、戦に満たぬ長領軍からの奇襲を受けて危うく撃たれかけた。217年、曹操が再度樹種を攻めてきたんだけど、孫権はこれを破ることに成功した。この後、孫権は曹操に降伏を懇願し、曹操はこれを認め孫権と婚姻関係を結んだの。ええー、我らが孫権が曹操様に降伏しちゃったよ。218年、孫権は後に向かう途中に何か虎狩りを開始した。この時に孫権は馬を虎に傷つけられ危うく死にかけたものの、側近が助けてくれたからどうにか命が繋がったみたい。曹操様に降伏した直後に何をやってんだよ我らが孫権は。219年、慶州にいる関羽は常用攻めを開始し、曹操が派遣した援軍の右近も破って降伏させて右近が率いていた3万の兵士も手中に収めた。このままでは常用が落城するのも時間の問題であったんだけど、以前孫権が自分の子と関羽の娘を結婚させようとした時、関羽はこれを断るだけじゃ飽き足らず、孫権が派遣してきた使者まで罵倒してきやがったの。
故に孫権はずっと関羽を憎んでおり、さらに慶州にいる関羽は自分にとっても邪魔な存在でもあったので孫権は早々に関羽討伐がしたいと上奏したの。そして早々はこれを認めたようね。むむむ。ついに孫権は表立って関羽。いや、劉備軍と敵対したぜ。孫権の命を受けて軍を動かした余毛は公安を降伏させて将軍の私人を捕虜にし、さらに南軍大守備坊を城ごと降伏させることにも成功した。余毛はここで軍を一時休めて現地にいる民を鎮伏し、一応孫権は早々の進化な門で関羽に捕虜にされていた右近を解放してあげた。そして別動隊である、陸孫には義刀を攻略させ、さらに彼に指揮、指向、移動を取らせて医療に駐屯させて職の援軍が来ないように見張りをさせたの。もはや関羽の負けは決まったようなものね。あとはどうやってこの勝ち戦を終わらせるかどうか。時に関羽は敗走して幕上に降り、孫権が関羽に対して降伏を促すと関羽はあっさりと孫権に降伏してきた。しかしこれは義刀行であり、関羽は五軍の隙をついて逃亡したものの、関羽らは樊稍の部下に捕まって関羽は処刑されたの。こうして孫権は長らく手に入れられなかった慶州を確保することに成功し、これを平定できた。この年には疫病が流行したもんで孫権は慶州の民の税金を免除し、曹操も孫権のことを病気将軍、仮説、両慶州牧に任命してさらに南昭公に報じてくれた。故に孫権は高位領宮を通じて関王朝に貢ぎ物を送るようになり、王屯には馬の買い付けをさせて以前曹操軍と戦って捕虜にした、志向らも曹操に返還したの。もう我らが孫権は真摯に曹操様に仕えているぜ。220年、曹操が病死してその子である曹丕が後を継いで義王になると、義の大夫は孫権に降伏を願い、さらに南陽軍の院、三、菊陽、三と、中路の五軒、五千個が孫権に帰順してきたの。そして同年のうちに曹丕が皇帝からの禅譲を受けて義の初代皇帝として即位すると、221年に劉備も便乗して、蜀の皇帝として即位したの。でも孫権は曹丕が関王朝を滅ぼした後もあくまでも義の臣下であるとのスタンスは崩さず、義に以前捕虜にした右近を返還するなど曹丕と良好な関係を築き続けた。故に孫権は曹丕から御王に任命されたのよ。まあ今さら蜀と同盟を結ぶのは無理だからな。ここは曹丕に尻尾を振るしかないぜ。同年、劉備は関羽の仇を討つために呉に出兵を開始し、大勢の軍を率いてきた。さらに劉備が多くの金銀財宝や褒美をちらつかせると、あまたの異民族が呉に背いて劉備に降伏したものだからさあ大変。故に孫権は陸孫に劉備軍の対処をするようにお願いしたの。むむむ。慶州は劉備が長らく治めてきたもんで多くの人たちが劉備を慕っている。故に呉を裏切る者が続々と出てくるぜ。陸孫は当初劉備の老練な軍の動かし方に苦戦したものの、最終的には家計によって劉備軍を全て焼き尽くした。この戦いで陸孫は数万の敵兵を撃ち、数万の蜀軍を捕虜にしたの。赤壁の戦いといい、五軍は絶対に負けてはいけない戦いで超強いぜ。孫権は義に降伏していると入っても、心から義に降伏しているわけではなかった。故に曹丕は孫権の長男の孫騰を中央に送れ、と命令しても、孫権はあれやこれや理由をつけてこれを断ったの。故に曹丕は早急、長領、増派には同行。曹仁には樹種を、曹真、下交渉、長公、徐公らを南軍に出兵するなど、ご討伐に乗り出したの。これに対して孫権もやる気満々で余藩に五軍を率いらせて早急と戦わせ、諸葛金、樊稍、楊三を南軍に派遣し、士官には曹仁討伐を命じたの。まあでも後では楊州や越に住んでいる異民族が孫権に反旗を翻し、さらに劉備との戦いもあって国内が大いに荒れて、いたもんで、孫権はさっきまでのやる気を急になくして曹丕に誠に申し訳ございませんでした。私は心を入れ替えて完璧な人間になったので軍を撤退させてください、と書いたお手紙を曹丕に送ったみたい。さすが我らが孫権だ。一国の君主がここまでへりくだるのも珍しいぜ。これに対して曹丕も孫権の真摯なる気持ちを朕は知っておるが、
君は陳の命令に背いて孫東を中央に送るのを拒んでいる。孫東を我が元に送れば軍を撤退させよう、と返答したの。孫権はこの申し出を拒否し、義と呉は敵対するようになったのよ。孫権はこの間に密かに白城城にいる劉備に使者を送って再度蜀と同盟を結び直したの。あっちの味方をしたりこっちの敵をしたり孫権は忙しいぜ。223年、呉軍は奮戦して魏軍を撃退することに成功した。224年、曹丕は呉討伐を諦めきれず自ら呉討伐に乗り出して長江まで行ったものの、かの地には人材がいる。まだ呉討伐は無理か、という謎のかっこいいセリフを吐いて戦わずに撤退したの。劉備との戦いの傷が癒えて呉もだいぶ収まってきたというわけか。225年、覇陽の族である蜂起は将軍を自称し、諸県を攻め落として手勢を数万人も集める大謀反を起こした。呉軍は数が多すぎるこの反乱軍の討伐に難儀したのかしばらくこれの討伐をすることができなかった。226年、孫権はここしばらく戦い続きなもんで衆軍に休め、という命令を布告した。ここで陸孫も孫権に対して食料が足りないのでもっと農地を増やしましょう、と上表して孫権はこの陸孫の意見を採用したみたい。戦いが続いている国は乱れる。戦争ってのは莫大な費用がかかるからなぁ。呉もいよいよ国庫がカツカツなのかもしれないぜ。同年、孫権は曹丕が病死したことを知ると休めという命令を布告したのにもかかわらず降下討伐に出陣したものの、勝てずに撤退した。陸孫はついに孫権が戦いすぎることに怒ったのか、民に徳を施して刑罰を緩め、税金を安くして徴兵をやめるべきです。それに孫権様の周りにはへりくだる臣下が多く、いるのでこれを罷免してください、と述べたものの、これに対して孫権は、刑罰が重いのは先んじて悪人に圧をかけて悪さをできないようにするためで、私は正しい意見と正しくない意見を判断できるので、へりくだる臣下が甘たいて諫言を言ってきたとしても大して問題にもなるまい、確かに君の言う通り皇統を守る、のにこれ以上の兵士を徴兵する必要はないかもしれないが、天下に返事があって出兵するときには兵士が必要なのでこれは徴兵するべきなのだ、と言って陸孫のすべての意見を却下したの。むむむ。まあ徴兵の件と刑罰の件はわからなくもないんだが、諫言を言ってくる臣下は罷免した方がいいんじゃないかな。227年、先に謀反を起こしていた蜂起を捕らえることに成功したものの、今度は関東の子の乾燥が後に背いて義に投降した。228年、孫権は後の周報に義投降の契約を仕掛けさせて義将の早急を騙し、呉軍は早急を石庭の地で大破することに成功した。久々の呉軍の大勝ね。いつまでも負けてばかりじゃ攻勢に出られないからな。この戦いが案外呉が飛躍するきっかけになるかもしれないぜ。229年、孫権は臣下たちに推薦され、遅ればせながら呉の初代皇帝に即位した。蜀側も呉が皇帝になることを認めて祝ってもくれたみたい。ここから今までもちらほらとあったんだけど、孫権の失態が目立つようになってくるわ。もう孫権も50間近。決して若いとは言えないほどの年齢になったぜ。230年、孫権は将軍エオン、諸葛局に万人の兵士を率いさせて海を渡った先にある異州、丹州の探索をお願いしたの。丹州はかつて始皇帝が不老不死の薬を求めたところにある伝説の国よ。多くの臣下がこの航海に反対してきたものの、孫権は無理を通してこれを実行した。しかし二人の将軍は長い航海の末に、丹州を発見できず、彼らが連れて行った一万の兵士のほとんども病気にかかって亡くなってしまった。結局彼らは異州から数千人の民を連れてくることしかできなかったの。結局この航海は多くの兵士を亡くす無駄な航海だったわけか。231年、エオンと諸葛局が探索で成果を上げられなかったもんで孫権は彼らを処刑した。232年、遥か北にいて義に降伏していた両党大主の公孫円は義を裏切って呉に投降してくると約束して多くの貢ぎ物を呉に送ってきた。
なもんで233年になると孫権は太上長備、出勤後挙案、将軍が立つという、五の大物たちに兵士1万を率いらせて両党に派遣し、公孫円に多大なる褒美を与えようとしていたの。この孫権の判断に数多の臣下たちが、公孫円はまだ信じるに値しない、としてこれをいさめたものの、孫権はこれを無視して自分の考えを押し通した。すると公孫円は孫権が派遣してきた長尾らを切って、彼らの首を義に送って孫権の物資を全部自分のものにしやがったの。これに孫権はブチギレて公孫円討伐に乗り出そうとしたものの、臣下たちにめっちゃ止められたので出兵はしなかったみたいね。このところ孫権の考えは全てが裏目だぜ。同年、孫権は自ら合肥新城に出兵し、さらに将軍前奏も陸安に派遣したものの、いずれも義に勝てずに撤退したの。234年、孫権は戦い続きで民は疲れているので税金を免除する、という布告をした。この年に孫権は諸葛亮の北伐に呼応したのか、陸孫と諸葛金を交換に、孫将、長将らを公領、淮陽に派遣して、自らも大軍を率いて合肥新城を包囲しに向かったの。孫権は諸葛亮の北伐のおかげで義は援軍を送ることができないと鷹をくくっていたものの、義の皇帝である孫栄は蜀の諸葛亮と相対している芝居に援軍を送った後、孫栄は自ら合肥救援に来やがったの。孫権は孫栄が援軍に来ていることを知ると、孫栄の軍が来る前に撤退したみたい。単独で勝てないので蜀と連動してもこのありさまだぜ。それだけ義が強国なのか、ごと蜀が弱すぎるのか。235年、義の皇帝孫栄は孫権に対して馬をあげるので、宝石をくれないか、と提案してきた。なもんで孫権は喜んでこの孫栄の申し出を受けたみたい。236年、孫権は大銭という新しい貨幣を作り、この大銭は1枚で500銭の価値を持つものだったみたい。さらに孫権は後の住民からすべての銅を提出するように、お願いし、その提出してきた銅の重さ分のお金をあげた。ここで孫権は貨幣を自分で作ることを罰する新しい法律を作ったみたい。しかしこの新しい貨幣は後でうまく機能しなかったのか、すぐ2年後の238年には1枚で1000銭の価値を持つ大銭が後で作られるようになったの。むむむ。軍事も経済も後はうまくいっていないのかな。以前より、孫権は余一という男を皇子に任命してこれを徴用するようになった。しかし余一という人間は最低な人間であり、些細な罪を大げさにして法律を拡大解釈をして様々な後の重鎮を逮捕しては国を乱し続けた。孫権の息子で大使であった孫騰は以前からずっと父親の孫権に余一の問題性を訴え続けていたものの、孫権はこれを無視したの。故に後の諸大臣たちも実の息子の言葉ですら胸に響かないのでは無理だと思ったか、誰も孫権に諫言を言わなくなったみたい。後に余一は法を犯して処刑されることになった。こうなってから孫権は諸大臣に対して謝罪をしたものの、諸葛金、保湿、主膳、余隊といった後の重鎮たちが孫権に対して誠意のある対応をしなくなるなど、後の臣下たちともギスった関係になったの。軍臣との絆がもうバラバラだぜ。240年、孫権は御事のりでまたもや多くの戦いのせいでマジで食料が足りないし、ここ最近でも水害とか干ばつのせいで本格的に今年はまずい。にもかかわらず役人で民のことを苦しめている輩もいると聞く。故にこんな奴がいたらすぐに逮捕するように、との御事のりを布告した。さらに孫権は新しい御事のりを布告し、盗賊に対抗するために、諸軍権はお城を修理し、櫓を作り塹壕を掘るように、とも命令したの。そして冬になると後の民が生活できなくなってきたもんで、孫権は民たちに食料を供給することにしたの。食料が足りないだけじゃなくて後は治安もまずいんじゃないか、これって。盗賊が出るから対策しろって。食料もないのにどうやって対策するんだよ。241年、なんか信じられないほどの大雪が降って多くの後の鳥や獣が亡くなった。この年に孫権は栄将軍前奏に淮南攻略を依頼し、前奏は敵軍の兵糧庫を焼き討ちすることに成功して多くの義の民を手中に収めることに成功したの。
その後、孫権は諸葛閣に陸安を攻めさせた。しかし前奏は魏将の横領と、借費の地で戦うも負けて中老昇進将を筆頭20人以上の将軍が戦死したの。しかし孫権はそれでも攻勢を緩めずに借費将軍主前に繁盛を包囲させて、大将軍諸葛金には蘇中を奪い取らせたの。しかしこの年に孫権の大使である孫騰が病死し、さらに太傅芝居が援軍に来たため孫権は、撤退したみたい。ちなみにこの直後に後の大将軍の諸葛金は病死してしまうわ。大使の孫騰、大将軍の諸葛金と後の大事な人材が次々といなくなるぜ。242年に孫権は大使の孫騰の代わりに、次男が病死していたのもあって三男の孫和を大使に任命したの。ちなみに孫権は四男の孫波のことをひどく溺愛していたため、この直後に後では熾烈な後継者争いが起きて多くの後の人材がそれぞれの派閥の臣下たちからの誹謗中傷を受けて罷免や処刑されたの。いわゆる二級の変ってやつだな。孫権が孫和のことを大使にしたくせに孫波にも色目を使ったせいで後の臣下が謀略合戦を仕掛けて後がめちゃくちゃになったんだぜ。250年。孫権は孫和を後継者にしても孫波を新たに後継ぎにしても問題になると思い、大使の孫和を拝借してこの混乱を大きくした孫波を自害させて新たに末っ子で七男の孫陽を大使に任命したの。251年。この時、臨海軍には姿が見えない神様である王陵という人物がいたらしく、この、神様は宝石という召使いの女を通してじゃないと会話もできなかった。孫権はこのくっそ怪しい王陵という神様を保国将軍、羅陽王に任命して彼を自分の配下としたの。王陵はよく水害や些細なことをよく予言していたみたい。この時代のどこの国の人もそうだけど、なんで晩年になるとこういう怪しい人を信用するようになるのか。謎だぜ。252年。孫権の病が重くなると、人々は孫権の病が治るようにしてあげてくださいと王陵に懇願したものの、王陵は姿が見えないくせに逃亡しやがった。そしてその年の4月、71歳で孫権は病死したみたい。晩年になって失策ばかりが目立つようになった男だったぜ。陳寿は孫権のことを、屈辱をものともせずに、翌後の傑物たちを指揮して後を成長させた傑物と言える。しかし孫権は人物の好き嫌いが多く、よく処刑を好み、さらに言えば晩年になるともう擁護不可能なぐらいひどいありさまとなった。後の時代に後が秦によって滅ぼされたのも天命などではなく、必然、だと言える、と評価しているの。まさに彼も落ちた英雄の一人と言えるわね。若い頃は孫権のダメな部分はそんなではなかったが、老いたのもあって悪い部分ばかりが目立つようになった男だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。若き名君であり老いた暗君でもあった男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。